平野紫耀と横浜流れ星、インスタグラム制配信でのサプライズ登場にファン大興奮。そして横浜の LINE やめた発言に騒然とした理由。2023年8月30日、ジャニーズ事務所所属の平野紫耀が自身のインスタグラムで生配信を行い、その中で友人で俳優の横浜流れ星がサプライズで登場しました。 この出来事はファンの間で大きな話題となり、特に横浜が生配信中に明かした LINE 事情に関する発言が注目を集めました。この記事では生配信の模様やファンの反応、そして横浜の LINE やめた発言に対するファンの推測について掘り下げてみましょう。生配信の盛り上がり。 平野紫耀と横浜流れ星は2018年に公開された映画ハニーで共演し依頼振興を深めているとされています。彼らが共演するという情報が伝えられるやファンたちは大いに興奮しました。生配信では平野がみんなを喜ばせたいと予告し横浜とのサプライズ出演が実現しました。 二人が上下の画面に並び、和気あいあいとした雑談を繰り広げる様子は、リアルタイム視聴者数が50万人を超え、ネット上でも大きな盛り上がりを見せました。まさか日本最強のイケメン二人が揃うなんて、顔面偏差値が高すぎて画面割れ、そうといったファンの歓喜の声がネット上に広がり平野と横浜のコンビネーションが話題となりました。共演者でありながらも、 普段は見られない二人のプライベートな交流を垣間見ることができた瞬間でした。横浜流れ星の LINE やめた発言にファン騒然。生配信中、横浜流れ星は平野との連絡について謝罪の言葉を口にしました。いつも連絡返すの遅くてごめんねと平野に謝る横浜に、大使ファンたちは興味津々でそのやりとりを見守りました。しかし、 注目が集まったのはその後の横浜の発言でした。大丈夫俺も LINE やめたから。普通に一旦やめてみた。とのことでファンたちは驚きと共に疑問の目を向けました。横浜は具体的な理由については触れませんでしたが、これに対して一部のファンたちからは様々な推測が飛び交いました。 ドラマの現場で共演者の LINE グループを作ろうとされた時に断りきれないんじゃないか、共演女優からのアプローチが凄そうで LINE をやめたのか、など、横浜の LINE 事情に対するファンの予想が広がりました。推測される理由とファンの反応。横浜流れ星の LINE やめた。 発言に対する推測は様々ですが、その背後には芸能界の裏側や俳優たちの人間関係に対する一般的な予測が見られます。一部のファンはドラマや映画の撮影中に共演者たちとの連絡が増え、それが煩わしく感じることがあるのではないかと考えています。特に共演女優からの連絡が過度であったり、 プライベートなアプローチが激しい場合、俳優たちはその対応に悩むこともあるでしょう。過去には平野市用も映画、かぐや様は小倉世帯で共演した橋本館なら共演者たちからの飲み会の誘いを断り続けたことをバラエティ番組で明かしており、俳優たちが共演仲間との付き合いに悩む瞬間があることは知られています。 このため、横浜がラインをやめた理由についての推測が、ファンの間で盛り上がっていると言えるでしょう。ファンの中には、横浜のように他人と必要以上に絡もうとしない姿勢が、平野との友情を深める要因の一つかもしれないと感じる人もいます。一方で、俳優たちが連絡手段を選ぶ背後には、仕事とプライベートのバランスや、 他者との関係性に対する考え方が影響していることも考えられます。まとめ、平野市用と横浜流れ星の友情と芸能界の舞台裏、平野市用と横浜流れ星のインスタグラム性配信はファンにとって嬉しいサプライズとなりました。二人の気あいあいとした雰囲気は視聴者を引き込み、ネット上で大きな反響を呼び起こしました。 特に横浜の LINE 辞めた発言は俳優たちの人間関係やプライベートな悩みに対する一石を投じるものとなりました。ファンの推測が飛び交う中、横浜が LINE を辞めた理由には様々な可能性が考えられます。俳優たちが仕事とプライベートのバランスを取る難しさや共演者たちとの関係性に対する悩みが影響している可能性もあります。 一方で、横浜の他者との距離を保つ姿勢が、平野との友情にプラスの要素となっているのかもしれません。この生配信を通じて、ファンは平野と横浜の素顔を垣間見ることができ、俳優たちが抱える悩みや考えに思いを馳せることとなりました。今後も、二人のコラボ配信などがあれば、ますますファンの期待が高まりそうです。